こんにちは。今回はギターではなく、床の修復をやってみたいと思います。こういったものを使ったり、こういったものを使ったり、ほんでまたこういうので最後に仕上げてみたり、とにかく床の傷ついたところを直しながら床をピカピカにしてみたいと思います。まずはこういったものを使いまして、床の古いワックスを落とすところから始めます。とまあこんな道具を使いまして、ダダダダッとワックスを剥がしてみた感じのところでございます。それで築14年こんな感じに床が傷んでおります。こういったところを修復しながら仕上げてみたいと思います。まあ見えますかどうか。こう爪でやっただけでも表面が塗装が取れます。こんな感じに取れちゃいます。はい。というわけで、ワックスが全部取れましたんで、今度は床の補修をやってみたいと思います。そして、ここに、挟みまして、くるっと巻いて、これでこう床をこすってみます。そんでは軽くちょっとやってみましょう。あ、やんない方がいいか。軽くです。怖いから、こんな感じ。もうやめときましょう。それでは、こんなのを使って、こんなものを。で、この辺を埋めてみたいと思います。では、
行きます。色はいい感じでございます。うん、いいね。こいつで鳴らします。どうでしょう。いいんじゃないでしょうか。周りをちょっと見てみます。こっちも、うん、いいね。こっちもビューと、うん、いいじゃないですか。こんな感じで、どうでしょう。真上から見ると分かんないです。まあここはちょっと色が違うんで分かりますけど、平らになってますね。うん。ここはやってません。ここは今やりました。ここはどうでしょう。いい感じ。もしかしたらこれをこう取ってやった方がいいのかもしれません。うん、その方がいいです。ちょっとやってみましょう。上から見た方が目立たない。この辺もちょっとさっとやって、うんうん、いいじゃないですか。こうすれば目立たないと思います。今度はこういったところもやってみましょう。見えますか。ここですね。こんなとこね、やってみましょう。取りまして、こんなところ、うん、いいんじゃないでしょうか。色もいいし、うん、いいかもしれない。そうしましたら、続きまして、床の塗装がちょっと、傷んでるところがありますんで、これで養生をしまして、ウレタンニスを塗ってみたいと思います。と思ったんですが、今うちにプロの塗装さんが来てまして、ちょっと教わったやり方でやってみたいと思います。この筆を使って、ちょこちょこってやって、ウエスでさっと、拭き取ってぼかすやり方です。
少しはね。ああ、うん。じゃあちょっとやってみます。うん、あんまり白くなった時あれ。はい。あのウエスでちょこっと拭き取るような形で。はい。わかりました先生。先生薄くでいいんですかね。そうそうちょこっと。うん、ちょこんな感じで。あそこが目立たないですよね。そうですか。ね、みんな塗っちゃうよりは。ああ、うん。じゃあそうしよう。ちょっとはみ出てるだけちょこっとこうやるくらいで。でこれさっと取っちゃうんですか。みんな取っちゃうとあれだからちょこっとこうなするような形でいいんじゃないですか。こう残ったとこだけ。ああ、うん、周りを、うん、周りだけちょこっとやればここだけね。あまあ同じぴったりの色じゃないからね。はい、うん、そういうふうになっちゃうけどそんなに目立たないでしょこれ。そうです ね、これでワックスかけちゃえば、うん、さすがよかった見てもらって、うん、いいですね、うん。家の中はやらないんですか？やりますよ。あ、やるんですか？あんまりないですよね。ええ、あ、そうですか。外、うん、外ですよね。あ、うん、その方が目立たないわ。いいですか？うん、その方が本当目立たない。じゃあ結構思い切りがいい方で、え、思い切りはいい方なんですけど、うん、やって失敗するタイプなんですよ。まだやらないぞ。みんな飲んだらいいけど、お仕事ない自分難しいからね。ああ、そうなんですか。そうなんですよね。というわけです。実は外も塗ってます。では、今度はこっちを。最高です。それでは仕上げのワックスを塗ってみたいと思います。一度塗り完了。では乾きましたので2回目塗ってみたいと思います。はい、というわけで二度塗りも終わりまして床はこんな感じになりました。いかがでしょうか。こんな感じに出来上がりました。修正修復を行ったあたりはこのあたりでございます。まあ目立たなくこう引きますと大体これで1メーターぐらいの離れた感じです。いかがでしょうか。まあ、ここは穴開いちゃってたところですね。まあ、こんな感じでいいんじゃないでしょうか。ちょっと光っちゃってます。ゆっくりでね。パテ埋めしたところにこんな感じに仕上がっています。こっちもまあいいんじゃないでしょうか。というわけで今回はギターではなく
床の修復と、ワックス掛けでした。こんな感じでいかがでしょう。ではまたね。ホテルのディナーもディズニーランドも君のためなら Live in the fire 結局みたらにもてあそう